え、この気持ちが嫉妬なのですか？ロボットか何かか。でもいい加減無防備にそういうことするのはやめようよ。勘違いしちゃうから、オタク君は。うん、そう、オタク君すぐ勘違いするから。よくないな。お、夜編ですね、またいつも通り。ちょっとまた、何ページまで？あ、かなりセーブできるな、これ。うん。かなりセーブできる。何ページまであるの、これ。100ぐらいあるんじゃない？100ぐらいある。100かける、9?900 ぐらいセーブできるぜ。そんで、葵、今日はどうだったのよ。なんかめっちゃ、こう、ニューみたいな。めっちゃとぼけてるんですけど、はてみたいな顔してますけど。ムービンとデートだったんでしょ？はっ違うよ、違うよ。新宿は案内してただけだよ。それさ、同じだから。この前の原宿と一緒だから、それ。あんだけ人のことデートだなんだとからかっておいて、自分は逃げようってか。そうだ、そうだ。それ言ったの僕じゃない。ああ、そっか。チェリーブロッサムさん。チェリーブロッサムさん。今日はお二人でどのあたりを回られたのですか？ゲームセンターでクレーンゲームやって、タヌキのぬいぐるみを取ってもらって、ラーメン食べて、本屋に行って、漫画とか小説見て、都庁の展望台に登って、大川の方を見てめちゃめちゃ羅列しとる。新宿御苑に行って、日本庭園見て、デートじゃん。それはそう。そう。どう聞いてもデートですね。あれ？すっとボケ。デートだったのか？納得するんかい。あ、照れてる。かわいいね。もう、それ照れてるの。多分なんか、線があるだけやん、それ。いや、あれでしょ？赤面のあれでしょ？あの、頬があからめてるときにスラッシュ書くやつでしょ、多分。これは照れは珍しいよね、でもね。全部顔消えてますけど、みたいな。で、どうだったのよ。紳士だなって思ったよ。紳士だったか？どこだろう。どこだろう。ところかな。あ、そっか、あそこは確かに紳士だったかな。まあ聞きまして、奥様、このおのろけ。のろけ嬢がじゃなくて、ぬいぐるみ取ってもらったって言ったし、仲がいいわねえねえ、さくら。からかうのやめて。あれ、さくら、ずるい。ずるいです。大丈夫、次はチェリーブロッサムさんターンだから。そうだね、次はチェリーブロッサムさんのターンで、きっと秋葉行くでしょ、きっと。お二人ばかりムービーさんと楽しそうに遊び歩いててずるいです。ムービーさんとは本当はこの週末はサムライメイデンのお話をする予定でしたのに。結構怒ってない？結構怒ってる。ごめんさくらちゃん、あれもしかしてさくら焼いてる？焼くって嫉妬ですか？そんなわけが。そんなわけはないの。え、この気持ちが嫉妬なのですか？ロボットか何かか。アンドロイドかな？初めての感情。ね、初めての感情、嫉妬。アンドロイド説。あ、悪かったよ。あんたの初めてのオタク友達引きずり回しちゃって。ごめんね。いえ、その私は、あんたもあいつのこと連れ回してやりゃいいじゃない。秋葉原、行きたがってるんでしょ？はい、そうですね。そうですね。早速、お誘いしてみます。頑張れ。やるからには完璧を目指しますよ。完璧ってあんのか。何、デートプランバリバリに寝る感じなの？うん、かな。5分単位とかで。ちょっとやだな。5分でこれ見て、これをで10分でこれ見てみたいな。やだな。ほどほどにね。ほどほどにしていただけると。どこ行くんだろう。あ、今日もサムライメンデン面白かった。あれ、毎日、毎週何曜とかだよね。めちゃめちゃ晴れてますけど。夜とかじゃなかったっけ？そうだよね。夜録画して、なんか、ブルーレイに焼いて出てきて、あの病院行ったよね、だいぶ前に。うん。録画したやつ見てんのかな、今。そうか、録画したやつ一緒に見てんのか。サムライメンデンアニメ第2回の放映日、今度はお茶の間でリアルタイムに放送を見られた。リアルタイムなんだね。リアルタイムなんだ。幼い頃の西郷ちゃん、かわいい中にもすでに凛々しい、武家魂を見せていた。武家魂、面白かったね。武家魂かっこいいな。それじゃあ僕は洗い物してくるね。お、葵ちゃんもこっちの道に進むか。ありですね。うん、
ってらいってらいってらフランクになったな。今日の放送、ここのセリフがカットされていました。あるある仕方ないだろ。仕方ないよ。30分に収めなきゃいけないのとワンクールに収めなきゃいけないからある程度カットされるのは仕方ないよ、さくらちゃん。さくらは、原作コミックスを開いてとあるページを指さしていた。あ、そういやここカットされてたのか。あれ気がつかなかったな。ここ割と大事なシーンだからカットされちゃったのは残念だな。声で聞きたかった。ですよね、やっぱりそう思いますよね私としてはあそこをカットするくらいなら、ここです。こっちをカットしてもいいのではないかと。オタク特有の議論、うん、それこそダメでしょう。そしたらほらこのシーンが繋がらなくなるよ。僕たちは今日の放送回についてああでもないこうでもないと、楽しい議論を続けた。あ、悔しいですが難しいですね。所詮素人の浅知恵ということですか。多分制作の人たちも頑張って考えてカットする場所を選んでるとは思いますよ。スタッフの人たちすごいよね。これだけカットしてるのにちゃんとサムライメイデンになってるんだもん。サムライメイデンは長編の群像劇だ。アニメにするとどうしても尺の問題で原作からカットする場面がたくさん出てくるわけだ。それが分かっただけでもこうやって自分たちでいろいろ考察した甲斐があるというものです。こういう話カリンやアオイとはしないの。カリンさんはそもそも興味がありませんし、アオイさんは原作を見てくれるのですがあまり深い話についてきてくれないのです。あ、漫画読むけどオタク特有の思考みたいにならないのか、うん、あーまあ確かにそんな感じはする。熱が入ってしまいました。本当は土日と続けてお休みだからこうしたお話をゆっくりできると思っていたのですが。今日曜なのかな。この週末はカリンと葵と東京観光だった。その分さくらとお話しする時間は取れなかったんだああ、じゃあ土日で行ったってことか。ああそういうことね、はいはいはい、土曜日カリンちゃん、日曜日葵ちゃんって感じだったのか、うん、かな。ああごめん、さくらとも約束してたもんねごめん、あ約束してたんだ、それは良くないぞ。いえいいのです。その代わり来週の週末は私が先約を入れさせてもらいます。いいぞ。秋葉原へ遊びに参りましょう。いいな。わお秋葉原。でもさくら大丈夫なの体が。あそっちだよね、そっち心配なの。確かに隠れオタクのさくらだ。それに体があまり強くないみたいだし無理に遠出とかして大丈夫なのかな。心配いりません。これでも秋葉原には通い慣れております。当日は存分に楽しんでいただきますよ。ああそういう意味じゃなかったんだけど、まあいいや、うんよろしくね。これが先日の月曜日の話振り返ってるみたいな手そしてこれがみたいなそれでこれが今みたいな流れ、そして今日その当日秋葉なー。あー今日はみっちりスタジオを組んであります張り切っていきましょう疲れそう、なんかゆうりさんが言った通りみたいになってんだけど5分区切りじゃないのかもしれないけどスケジュール組んできてんだけどすげえな。さくらはそう言うと小さな傘を広げた。あ日傘、うん、似合う。さくら晴れてるのに傘を差すの。あはい、これは日傘です。今日は日差しが強いですから念のために。日傘、日光をカットするための傘か。そんなものがあるんだね。わお似合うな。さくら本当にお嬢様って感じでドキドキする。あの本当に無理しないでいいからね。僕はさくらに秋葉原を案内してもらえるだけですごく楽しいからさ。そうは参りません。あなたには秋葉原の魅力をとことんまで味わっていただきますうん、まあ本人がいいって言ってるなら大丈夫かな。今日は楽しもう。なんて、あ秋葉の あ完全にセガのセガらしいあれゲーセンがありますね。今もう閉店しちゃったんだっけ。
いや1号店何号店っていっぱいあるからまだ動いてんじゃないかな。ここはなんかどっかでかいとこが潰れちゃったみたいな話聞いた。ああそれは確かに僕も聞いたな。あとカードショップとかも結構潰れてるって聞いてるよね。まあちょっと今のねご時世の問題かもしれない、はい、悲しいですね。おーメイドさんでいっぱい。大通りに出るとそこは客引きをするメイド喫茶のメイドさんでいっぱいだった。いっぱいでね、そうめっちゃいるんだよね今多分。あのこのご時世ということであまり出てないと思うんだけど、うん、あのま、一昔前だとめちゃめちゃ出てたからね、うん、秋葉原は日本のオタクカルチャーの、中心地だ。アニメ漫画フィギュアなどの専門店が、立ち並んでいる。世界のオタクの聖地と言ってもいいだろう。もともとは電子工作用の電子部品を売るお店が集まる、街だったんだって、うん、それがパソコンを売るようになりゲームを売るようになり今みたいなオタク文化が集まる街になっていた。その最前線がこのメイドさんだらけの光景なわけだ。メイドとは女性使用人のことだ。日本ではビクトリア朝イギリスのメイドファッションをオタクカルチャーがフェティッシュの対象として取り入れた。フェティッシュが起こるんだけど、フェチズムのところか。ああはい、はい、単語か。 そして今はメイドのコスプレをした女の子が接客をするメイド喫茶なんてものまでできている。うん、ゴスロイを見た時も感じたけど、元々の発祥から遠い、元々発祥から遠い国だからこそこういう斬新な組み合わせの方が生まれることもあるのかもな。あんまり要は素人目で見てるからほいってなんか雑に取り込んだ結果いい文化になってるよっていう感じかな。かな。うまく組み合わせられてる。お祭りみたいで楽しいでしょ。そういえばカリンが言ってたっけ、原宿が日常とするならこっちは非日常ってことなのかな。あーそうか、うんうん、あの場にいる人たちはあれが日常だけどここは非日常を絵に来るみたいな。確かにオタク文化は晴れの文化と言えるかもしれませんね。晴れの文化、晴れ、晴れってなんだ。民族学の用語です。非日常である晴れの場で英気を養い、日常である毛の場を生きる糧とする。へえ、晴れと毛っていう民族用語があるの。へえ、特殊な場で休んで日常を生きるってことか。へえ、ふんふん、なるほどね。まあ、そういう言葉があるということだけで私の脳内にはとどめておきますけど、うん、なんだか難しい一歩話になってきた。メイド喫茶にゃーパラーパラにゃーパラにゃーパラかにゃーパラ、本日開店ですにゃー、お越しくださいませにゃー。あそこのご主人様、お嬢様、どうぞよろしくですにゃーメイド服の女の子がカゴから小物を取り出してさくらに手渡した。なんだこれ、だティッシュ、カチューシャ、カチューシャくれんの猫の。カチューシャ配ってることあったっけ。いや知らない知らない知らない。そんななんの。そういうのあるんだね。 あれだ、メイドファッションの定番で、ん、メイドファッションで定番の、ヒラヒラしたレースの髪留めだ。さくらはしばらくじっと見つめるとカチューシャを無言で頭にはめた。はめんのかい。かわいいな。本日はあなたのメイドが秋葉原をゆっくりご案内いたしますにゃー。あ、猫っぽくねえな厳しいなこのご主人様十分可愛いじゃないですか急に。おー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 おお気持ちよくなっちゃってるよ主人公何これ可愛い。これは照れますね。これ渡されるって面白いな。方を尊敬します。よくできたな。ね、そう言いつつもさくらはカチューシャを外さない。意外と気に入ったのかな外さないんだ。あれしてんのかわいいな。おお、つけたまんま歩くんですか、まあ、いいと思いますけど、大通りには家電量販店、アニメショップ、ゲームセンターなどが立ち並んでいる。アニメショップのビルの壁面にはサムライ名電の広告が大きく貼り出されていた。アニメも大人気、放映中だもんね。確かにな、そういうのがメインで貼られるよね、うん、今流行ってるソシャゲとかさ。そうだね、サムライ名電盛り上がってるね。すごく嬉しいんですけど、何でしょうか、ね、ちょっと寂しい気もするんですよね。
めんどくさいオタクのやつじゃん。わかるわかる。自分が知ってるやつが有名になってさ、なんか自分の手の届かないところに行っちゃった感のやつね。それな。気持ちわからんくないんだけどな。外役オタクと扱われるからそういう心はちゃんと閉ざしてるんだけど、ね、私は。うん、あ、わかるわかる。僕だけが知ってるあの名作って思ってたのが一気にメジャーになった、なっちゃった感じで、はい、でもやっぱり西郷ちゃんのことをみんなが好きになってくれたらいいですよね。お、偉いオタクだ。あ、それでコンテンツ広がっていくからね。そうね、結果的にコンテンツを生み出してる人たちに返ってくるからね、うん、その方がいいよね。そうだね、うん、本当にそうだよ。それでは参りましょうか。さてさて、さくらの案内でいろいろなお店に入った、いろいろなお店の入った複合ビルへ入る。エスカレーターを登ってまずは模型店を覗いてみることにした。模型、うわ、フィギュアがいっぱいだ、うん、ガラスケースの中に漫画やアニメの登場キャラのフィギュアが、たくさん展示されている。どれもすごく出来がいい、かわいい、かっこいい、色っぽい、それぞれのキャラの魅力が引き出されている。見てください、西郷ちゃんのフィギュアです。もうアニメ化もされてるからさすがですね、フィギュアになるわけですね、うん、どれどれ。さくらに手招きされてガラスケースにかぶりついた。かぶりついた。かぶりついちゃったの。おお、本当に西郷ちゃんだ。マジマジと、前回のさ、クレーンゲームで手ついてる感じなのかな、うん、主人公が今度はべったりついてんだろうね。アホ毛が貫通する感じね。アホ毛が貫通する感じね。それぐらいね、密着してるかもしれない、うん、主人公にもアホ毛があったらアホ毛が刺さってるかもしれないね。現在進行形で。